と着きました。ここは何でしょうか。ここはな、どんな目的なのかは中に入ったら分かります。誰かおるんかな。とってもガラガラなんですけれど、やってるのかしら。どこだったかな。今日って 21? スイッチ始まったスイッチながら川鵜飼ミュージアム岐阜市ながら川鵜飼伝承館に来ました。残念ながら動画の撮影は NG だったので、写真の撮影は OK なので少し写真でお見せします。季節が違っとったら長良川の景観もうちょっと違う？なんかちょっと裏寂しい感じやね今日は。お天気の加減やろうか。プロポーズの言葉覚えてますか？先に自分で言って。私プロポーズしてねえもん。された方だった。私は縁側でみかん食べましょう的な。何の変哲もない。ほら素敵でしょここ。素敵じゃない？ここにさ座ってさずっと喋っとったらいいよ。そうよ、気持ちいいよ。ここに座ってさずっとずっと喋っとれるって。ここでこんな風にベンチに座りながら長良川を見ながら岐阜城を見ながらゆったりお話しするのも素敵だと思いますよ。この川べりにこんな感じにベンチがあったりとか、皆さんもこういうことに座ってくつろいでらっしゃいます。今日は冬で寒いのでいらっしゃいません。このベンチからの景観は後でお見せします。こんな感じいいね。これ寒くなければ半日でもここに座ってお話できます。コンビニでコーヒー買ってきてここでお話しするのも素敵なんじゃない？